邪魔します。洋室と廊下の間に扉が一枚ありますね。個人的な感想となりますが、入っていきなり私室より好まれる方は多いのではないでしょうか。玄関入って左手側にユニットバス、キッチンが並んでおり、水回り設備がまとまっています。キッチンは IH となっており、ミニ冷蔵庫もございます。こちらが洋室となります。撮影時間は午前中でしたが、照明がついていない状態のお部屋の明るさはご覧の通りとなります。こちらのお部屋の特徴はロフト付きという部分となります。ロフト付きのお部屋はお一人暮らしの方、これから始める方におすすめとなっております。広さの限られたお部屋の中でロフト部分の利用方法は人それぞれの方法があると思われるからです。寝室として使ったり、荷物置き場として使ったりする方もいらっしゃるようでございます。ではロフトに登ってみます。到着。ロフト部分はご覧の通りです。個人的な感想ですが、なかなかお部屋を上から俯瞰することって少ない気がします。貴重な経験なのでしょうか。本日のお部屋のご案内はここまで。収納スペースとお部屋からの景色を少しお見せします。ご内見お疲れ様でした。バイバイ。